金子重之助は、幕末の長州藩士である。名は、重助とも。長戸国阿部軍紫福村商人、重左衛門と鶴の長男として生まれる。後に、足軽の金子家の養子となる。養子より、白井小助、ついで、土屋商会に学び、嘉永六年、家業を嫌って、江戸に出て、長州藩邸の雑役となる。同年、熊本藩士、 長島三平をつてにして、吉田松陰と出会いその弟子となる。慣営7年、アメリカ合衆国の東インド艦隊再来に際して、松影と共に渡米を計画して、判定を脱走。鳥山各債の私塾に寄宿して、世界知識を学びながら、機会を伺った。日米和新条約が締結されると松影と共に、下田へ赴もむいて、米艦に乗り込もうとするが、 アメリカ側に拒否されたためにやむなく計画を中止、自首した。天馬長老屋敷に収容後、国元に、撤居の判決を受け、幕時によって、萩へ乾燥され、安政2年、死分以外の者が入る岩倉国で病没した。去年25、明治44年、聖五位を追贈された。金子重之助の像は、吉田松陰誕生地にある松影の銅像のそばで、 松影を見上げる姿で残っている。田尻左辺、増衣所見伝造保板上特使増衣年表、P28。ありがとうございます。